好きな早生飯を卒業前に全部制覇したいということで第1弾行ってみよう。今日行ったのは私の大好きな大好きな違うかさんです。ここの家系タイラーメンが絶品。お昼は半ライスと麺多めが無料でできます。わりかし重いので麺多めにする人は注意。私は麺多めしないでご飯だけ。個人的に麺は絶対固めが好き。割と人がいてすっごい恥ずかしがりながら撮っております。なんでこんなとこで自撮りしとんねんって感じだよね。本当に優秀しニコリともしない。いやーぼっちは辛いよ。来ました、タイラーメン。めちゃくちゃ美味しいのよ。これがこのこってりさがねちょうどいい。本当にあの半ライスは絶対太るって言われると思うんですけど絶対譲れません。いただきます。こちら1杯750円でございます。まあね、貧乏な学生にとってはちょっと辛いお値段ではあるんですけど、それぐらいかけても本当に価値がある美味しさ。美味しかったね。もうこんな表情になるくらい美味しいんです。これなんて言うんでしたっけ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、これ大好きなの本当に。これね本当に食べ過ぎなくらい食べちゃう。これ本当はご飯に入れるんじゃ、飛んだ飛んでるよ、ごめんなさいキュウリさん。本当はご飯にかけるのかもしれないんだけど麺にも入れちゃう。このシャキシャキ感がたまらないんだよね。完食しました。もちろんご飯食べるよこれからね。みんなご飯ってどうやって食べるんですか？私は絶対に追い飯にしちゃうの。私の周りの友達は追い飯で食べる人が多いかな。いざ出陣。このスープがうまいのよ本当に。追い飯はね味しめたらやめられない。美味しかったガチで本当にごちそうさまでした。ってことで学生会館に戻ってちょっと日向ぼっこでもしようかなと。美容室に行きたての髪の毛を自慢して終わりたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。